はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩詞シリーズ第33弾お送りします。で、今回は15問ですね、問題ありますので、ぜひね、まあ、ストップウォッチなんか用意していただけるといいかなと思うんですが、まあ、スピードを意識しながら、ぜひね、動画止めて一回やってみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、まあ、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますので、お待ちください。いくよ。よいしょ。で、今回はね、ちょっと問題を俺が詰め込んだんで、あ、ちょうどよくなったね。よっしゃ、行きましょう。で、今回、概要欄に載っけてあるんですけど、この問題をね、おっと。自分が普通に、解いたやつの動画を、撮りましたんで、よかったらね、まあ、気晴らしにでも見てみてください。では、行きましょう。で、まず1番はね、まあ、普通の計算から行きます。でも、これは括弧の前にマイナスがあるので、ここをプラス処理する代わりに、ここもプラスに変わる。つまり、5プラス3になるから、答えは8ですよと。で、次は、引き算と掛け算が両方入ってるので、これは掛け算を先にやります。で、やるときに、5をかけるマイナス2をやってもいいですし、マイナス5をかけるマイナス2にやってもどっちでも構わないんですが、自分がどこまで計算したかをちゃんと把握してください。15がちょっとマイナス5からいきますね。マイナス5かけるマイナス2。つまり、ここまで計算して、そうすると10ですよね。プラス10。だから、この青の部分が10に変わるから、6プラス10になって答えは16です。こういう感じね。で、次は X がくっついてる引き算。で、まぁ、4X マイナス 7X なんで、4引く7はマイナス3だから。だから、マイナス 3X と。これ文字消えないですからね。これで OK。で、次は、まあ、カッコが2つくっついてるんですけど、最初のカッコは前に何にもくっついてないので、このまま外しちゃってください。もうカッコがないものだと思って、このまま OK です。で、次ですね、ポイントは。マイナス4、カッコ、X、マイナス Y ということなので、マイナス4を X とマイナス Y に分配します。掛け算で配ります。だから、X に配ると、マイナス 4X。マイナス y に加えると、マイナスとマイナスなので、プラス 4y。ちょっとこっち行きますね。x 同士が計算できるから、マイナス 2x。y 同士が計算できるから、プラス 11y。x と y は計算ができないので、これが答えになります。で、次ですね。自分がよくケアレスミスをする、割り算でね、分数が入ってる問題なんですが、まあ、ちゃんと書くんであれば、ここ、割り算の後の分数っていうのは、掛け算に直して逆数です。上と下をひっくり返します。で、その時のやっぱポイントとしては、この A ですね。横にくっついてる3分の 2A の A がもともと3にくっついてるのか。つまり、3A 分の2なのか、3分の 2A なのかっていう。これ、右側にかけるのはこっちね。3分の 2A は、A を右に持ってこれます。でもこっち、3A 分の2は A を右に持ってこれません。ちゃんとこう書かないといけない。だから今こうなってる。3分の 2A。A が上にくっついてるって分かれば、ひっくり返すと 2A 分の3と、こうなることが分かる。ひっくり返すとね。じゃあ、あとはもう約分していこうってことで、まず数字からいきましょう。2と18やると、9ですね。で、A1 個。で、まあ3乗3つあるからさ。約分して2個に減りますと。これちょっと消しましょうか。ってなると、残ったのが 9A2 乗とかける3が残ってるから、9327。で、A が2個残ってるから、27A の2乗と。これ、終了ですね。で、次、ルート計算。ルート75。まあ、このぐらいはね、できれば暗記しとくといいかなと思います。よく出てくるからね。で、75っていうのは、25×3 なんです。25っていうのが5の2乗ね。5の2乗。だから、5が出てくるので、下入るかな？あ、ギリいけそうだね。ルート75は5ルート3に変わります。5ルート3。で、27っていうのは、これ 9×3 なんだよね。で、9が3の2乗。だから、3が前に出てくる。つまり、マイナス3ルート3。ルート27は3ルート3になると。
で、ルートの中身が揃えば、引き算がすることができるので、外の 5-3 を引く3をして、2。で、ルートの中身は変わらないです。ごめんね。引き算の場合はね。つまり2ルート3でこれで終了となります。よし、じゃんじゃん行きましょう。次、展開ですね。まあ、これ展開するだけなので、公式、もしね、これ中身がさ、2x2x で33でパーツが同じなんですよ。それぞれ。ただ、符号が違う。プラスとマイナスで。で、これどれかっていうと、公式で、教科書載ってるやつね。この公式です。x と y っていうパーツが同じで、プラスとマイナス。そこの符号だけ違うよっていう場合は、これ x2 乗マイナす y2 乗。左のパーツの2乗を引く右のパーツの2乗になります。左のパーツ、今 2x なので、それを2乗すると、4x2 乗引く右のパーツ、3の2乗だから9となって、これで終了。ただ、もし、公式が出てこない場合、なんだっけってなった場合は、展開っていうのは全部掛けが使えます。全部掛けるんです。2x と 2x、2x とマイナス3、プラス3と 2x、プラス3とマイナス3、4回掛けてください。で、掛けたものを計算すると同じように答え出てきますので、もちろんそれでも構わないです。答えが出ることが大事だからね。まあ、そんな感じでやってください。で、次が因数分解ですね。で、この場合は、因数分解するだけなので、後ろから行こうか。かけて、プラス8。かけてね。プラス8、足して、プラス6。足して、プラス6、かけて、マイナス8。ごめん。プラス8になるコンビの、数字のコンビを探します。で、8になるコンビ、例えば、8×1 とか、4×2 とか、あとそのマイナスバージョンね。マイナス 8×-1 とかもありますけど、この中で、足して6になるのは4と2です。4と2はかけてプラス8だし、足してプラス6になるから、じゃあその4と2を使って、x プラス4、x プラス2と。これで因数分解終了です。で、次二次方程式ですね。まあ、二次方程式解けっていうやつで、これ習うんですよ。当然習うんだけど、結構ね、学校の定期テストではよく出されるんですが、受験の問題だとね、あんま出てこないの、このタイプの解き方。で、あれってなって、結局全部展開して、左辺に持ってきて整理して、みたいな。それでももちろん解けるんですけど、これね、左辺が一番基本的なやつってやろうか。これいこうか。x2 乗イコール2。これどう解きますかって言われたら、左辺、左側の2乗を取るんですよ。ここを取るの。取る代わりに、右辺、右側に、プラスマイナスルートをつけるっていうのは解き方なんです。二次方程式の一番大事な基礎的なところね。で、これも、カッコがあるけど、結局2乗があるから、左辺の2乗を取る代わりに、ちょっとカッコも一緒に取っちゃったけどね。取る代わりに、プラスマイナスルートを右側につけましょうっていう。これでいける。で、結局、解くっていうのは、x イコールにしたいだけなので、このマイナス3を右辺、右側に持っていけば、x イコール、マイナス3右辺に持っていくと、プラス3だから3、プラスマイナス、ルート2となって、これで終了です。3とルート2は計算できないからね、これで終わり。っていう感じでやってください。で、10番ですね。次、比例です。ここ大事なのが、まず y は x に比例しっていう言葉が最初に書いてあるんだよね。で、比例って言われたら、あ、y イコール ax だって思ってください。もし y は x に反比例しって言われたら、y は x 分の a です。x 分の a。もしくは計算の時に a を出すだけだったら、a イコール xy も使います。これ反比例ね。で、もし y は x の2乗に比例し、2乗にっていう言葉が入ったら、これ2次関数なんで、y イコール ax 2乗を使います。最初の1行目の言葉によって何を使うかを判定してください、自分で。今は比例しなんで、y イコール ax を使いましょうと。で、あとは、x が3の時に y がマイナス15ですよって言ってるから、x が3、y がマイナス15を入れると、ちょっと入れ替えちゃいますけど、a と3なんで、3a。イコールマイナス15。両辺3で割ると、a イコールマイナス5ですよね。
で、もし A を求めなさいみたいなタイプだったらこれでいいんですけど、今 Y を X の式で表しなさいって書いてるので、ちゃんと式で書く。 Y イコールマイナス5を戻してあげてマイナス 5X と、これで丸ね。結構その学校のテストの時とかでは最初から Y イコール AX って書いてくれてて、 A を求めなさいっていうタイプをみんな解いてきてるから、どうしてもね、癖でね、ここを答え書いちゃうことがいるの。緊張してたりするとね、すごいもったいないから気をつけてね、答え書くときね。では11番ですね。で、まあ自分がね、まあこのなんだ、刺繍シリーズだけじゃないんですけど、数学の問題見たときに、まあ数学だけじゃないか、その出題者、問題を作った人が何を引っ掛けようとしてんのかなってところをこう考えるのってすごく大事でね。例えばそこに気づけたら、そのなんだ落とし穴、引っ掛けようとしてるところじゃ引っかかんないじゃん。落とし穴そこにあるよって言われてるのに落ちないでしょ、みんな。だからそれ大事なのね。例えばこれとかもさっき言ったように、 A が上と下どっちにあるか分かんない、分かんなくなっちゃって、ひっくり返した時に間違ってそのミスが出てくるの。これもマイナスを配ってるんだけど、後ろにマイナスを配り忘れるミスとかが出てくるから、これもそうね。引き算と掛け算、先に引き算やっちゃってミスっちゃったみたいな、うん、狙ってるわけよ。で、これも狙ってます。1個、これは直角三角形の一辺求めたい。で、二辺ね、4と3が出てるんで、三平方の点ですぐ求められるんです。で、どっちかというと、多分これは数学が得意なタイプの、結構急いでもうパーって解けちゃうタイプの子を引っ掛けようとします。これもしかしたら見てくれてる方の中で、何も計算せずに5って書いた人がいるかもしれない。もしかしたら。それが引っ掛けね。で、なんで引っ掛けかっていうと、三平方の定理。まあ、直角三角形ね。で、有名な、数字の組み合わせがあって、これ、3、4、5って直角三角形ですごく有名なの。3、4、5。あとは13、12、5とか。これ絶対直角三角形になるんですよ。計算するとね。で、3と4って来てるからさ、あ、5じゃんみたいな。っていう風に思ってやらかすんだけど、場所が違うんだよね。これ。ここが5だったら3、4でいけるんだけど、3、4だからここ5にならないんですよ。だからちゃんと計算しなきゃいけない。で、三平方の定理どう使うかっていうと、よくまあ滑り台って自分が言いますけど、こうやったとき、まあ、直角のね、反対側にある辺、つまり4ね。まずそこの2乗。だから16ね。ここの2乗は、残りの2乗、3の2乗なんで、9、足す、ここを求めたいとこね。X って置いちゃったけど、X の2乗っていう、こういう式が成り立ちます。これが三平方の定理。ここの2乗イコール、ここの2乗足す、ここの2乗です。で、あとこれまとめていくと、x2 乗イコール7になります。で、さっきと同じね、左側の2乗、ここと同じ。2乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつきます。こうやって。で、今これを答え書いちゃうと、×を食らってしまうと。これも気をつけてください。なんでかっていうと、辺の長さにマイナスはありえないです。絶対ない。ね、この長さ、このリボンの長さはマイナス5センチとか絶対起こりえないので、だから、プラスの方しか使えません。つまり、今回ちょっとね、ズルするけど。答えとしてはこれ。ルート7。一応書いておこうか。が答えになります。よいしょ。じゃあ次ね、サイコロ2個でございます。で、まあ、確率の問題。確率っていうのは基本的に樹形図を書きます。樹形図を書いて勝負していくんですけど、サイコロに関しては書いてはいけません。いけませんって言い方もあれだけど、全部書いちゃダメ。で、まず、サイコロ2個を振ったとき、確率っていうのは分母。何とか分の何とかって、上と下の数字が必要なわけ。で、サイコロ2個が来たら、絶対下は36です。つまり、36分のほにゃららになります。サイコロ2個だったらね。で、その下の数字が分かってるから、あとは樹形図を全部書くとね、サイコロの樹形図って、1のとき、1、1、1、2、1、3、1、4、1、5、1、6、2も全部、2、1、2、2、2、3、2、4ってなるから、書くと時間取られちゃう。この時間が非常にもったいないので、下の36がもう分かってるから、あとは、今回の問題がね、出た目の数の和が8となる確率。つまり、1と2って出たら3じゃないですか。その出た目を足したのが8になるのはいくつ、確率いくつって言われてるので、じゃあ、足して8になるコンビだけ探しに行こうぜって考えてください。で、今やっていくと、自分がよくやる方法は、左側の数字丸つけるんですけど、1、片方が1って決めました。その時8になるコンビあるかなってなると、1、7なんだよね。8って。1、7だったら8になるじゃん。でもサイコロに7の目ってないから、この時ないんですよ。こうやってやる。
で、もちろん、もう算数、ごめん、数学得意の方とかは、こんなんやんなくてもいいです。ただ、確率が苦手な方とかは、きっちりやった方が頭の中が整理されやすいんで、最初の方は慣れるまでは、やるといいです。次、2の時、2は、2、6のコンビがあるので書いておく。で、次、3の時、3、5ですよね。で、4の時が、4、4。8になるコンビね。で、5の時は、5、3か。で、6の時は、6、2と。このコンビしかないので、今、5パターンですよね。1、2、3、4、5。で、その5パターンが上のハテナに乗るので、答えとしては36分の5となります。で、必ず約分チェックします、確率はね。これちょっと約分できないので、これで答えとして OK なんですが、いいかな?こんな感じでやってみてください。で、次が相似比、面積の問題ですね。ちょっと相似の図は書いてないんですけど、四角形が相似ですと。で、相似比が2対3なんです。左が2で、2対3になってる。その時、片方の面積、もう出てるの、左側が20なんですけど、じゃあ右の面積いくつって言われてて、面積の話をしてるから、相似比が2対3だったら、面積比は2乗します。つまり、2対3の2の2乗なんで、4対サザンが9。両方2乗するんだよね。相似比、あ、ごめん、面積比っていうのは。で、もし体積、立体で体積比って言われたら3乗してください。2の3乗対3の3乗ね。まあ、8対27みたいな。まあ、今回関係ないですけど、相似比が分かってれば面積比と体積比が出てくると。で、左側が20って分かってるので、4対9イコール左が20で右が分かんないから X にしときましょう。あとはね、比例式なんで、外外中中って掛け算する。まあ、外外やると 4X。中、中。まあ、これ計算しながら楽だけど、一応いっか。掛け算すると180ですね。で、両辺、4で割ると、X イコール45か。で、平方センチメートルと。これで終了となります。で、14番ですね。Y イコール AX2 乗だから2次関数です。で、こいつが、X の値が1から3まで。増加するときの変化の割合が2ですよと。で、その時 A の値求めなさいっていう問題なんですけど、2次関数、これ、ね、2次関数の変化の割合ってちょっと楽ができて、必ずね、2次関数のときって必ず、ほにゃららから、ほにゃららまで、X がね、って言ってくれます。言ってくれる。変化の割合のときに。そのとき、変化の割合の出し方があって、ここの数字を足すの。ほにゃららからほにゃららまでの数字を足すと4ですよね。4に、ここの数字、まあ、今文字になってるけど、をかけるの。足してかける。つまり、4a ですよね。足してかけると。これが変化の割合なの。2次関数。で、今変化の割合が2ですよって言ってくれてるから、じゃあ 4a イコール2なわけですよ。はい、両辺4で割れば、これ2って間違わないようにね、結構やりがちだからね。a イコール2分の1と。これ a 求めるんだもんね。なので、これで終了となります。で、ラスト、ヒストグラムですね。で、ちょっと、さすがにないとまずいから、ちょっと拡大コピーしたんですが、まあ、見にくい方はね、パソコンとかだったらちょっと拡大してみてください。ちょっと隠しましょうか。よいしょ。そんな大きくなってごめんよ。じゃあ、確認していきましょう。まあ、この中、まあ、20人のね、生徒の読んだ本の、冊数をヒストグラムにまとめましたと。で、あがですね、まず、生徒が読んだ冊数の範囲、レンジってやつですね。範囲が、5ですと。あ、ごめん、5冊ですよって言ってて、範囲って何かっていうと、これ引っ掛けようとしてて、今さ、5ずつ増えてますよね、下が。0、5、0、5から10、15から15って。範囲10、5っぽいじゃないですか、ちょうど幅が。でも範囲それじゃなくって、範囲っていうのは一番大きい数から一番小さい数を引いたものなんですよ。例えば、この20人が、まあ、5冊、8冊、9冊、君は12冊、あの子は15冊みたいな、なってる時に、一番多い数が、じゃあ30冊だとします。30。30読んだ子がいて、一番少ないのが2冊だとします。2冊の子がいる。そしたら範囲いくつって言われたら、30から2を引くから28なんですよ。範囲ってそういう意味ね。ヒストグラムの。だから今回も30まで、まあ図だとね、マックスあって0まであるから、もちろん5ではないと。レンジに関してはね。だから、あは違いますよと。
で、次がね、ちょっと絵から行きたくって、階級値。度数が最も小さい階級。で、度数っていうのは人数です。この時で言う。だからここね。ここ。これが一番少ないでしょ。で、それの階級値の出し方をぜひ覚えてください。階級値、こういう風にグラフに、まあ、グラム、あとヒストグラムになった時は、階級値はここの20から25のど真ん中の数字です。真ん中。まあ、22.5 ってすぐ分かるかはそれでもいいですし、分かんなかったら、20と25を足します。ここ切りたいな。黒がない。あった。ちょっと混ざるから切りますね。20と25を足すと、さすがに暗算でよかったな。45だよね。で、ごめんなさい、なった。俺消したのにごめん。で、それを2で割るから22.5っていう。これが階級値ね。これ覚えておいてください。階級値です。で、最後の絵に関しては、度数が最も小さい階級の階級値は 2.5 冊って言ってるからもちろん違います。22.5 だからね。で、その流れでいくと次、意に行きます。最頻値の話。生徒が読んだ冊数の最頻値。最頻値ってのは最も頻繁に出てきた数字のことです。最も頻繁に。で、ヒストグラムで解くときは、一番度数、人数が多いとこを探してください。今だったら、ここですよね。6人が一番多いと。ちょっと色が乗んないわ。あー、ダメだね。ここ。で、そこの階級値。つまり真ん中の数字。に、15と20の真ん中ね。そこの階級値が最頻値になります。ヒストグラムの時は。だから15と20のど真ん中なんで、今 17.5 なんですよ。階級値はね、ここの。17.5。で、そこが最頻値になるので、今回ね、問題だと 27.5 になってるから違いますよと。で、大体ね、この、まあ、うが今回答えになるんですけど、結局。度数が最も大きい階級の相対度数は 0.3 であると。一番ね、階級で多いのは同じここです。6人のところ。で、それの相対度数の求め方。これね、ぜひ覚えてください。まあ、ヒストグラムでよく狙われるからね、相対度数。相対度数っていうのは、今6人ですよね、度数が。その6っていう数字、割る全体です。今20人です、全部で。で、これ計算すると 0.3 なんですよ。そう。だから、うが、正解になりますよって、これ15番こう書いておこうか。っていう解き方になります。まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。ちょっと待ってね、これ動画最後に早送りした子が、ここの答えが見えないね。これちょっと外しちゃいますね。といった感じ、ごめん。です。はい。なのでね、まあ15ももちろんできた方はそれで構わないんですが、ちょっと気になるとこがあった方なんかは、ぜひ、まあ、この問題復習してもらっても構わないですし、例えばここができなかったら、その面積比とか掃除費のところをちょっと復習してもらえると、他の問題でも対応できるようになると思いますので、ぜひね、そんな感じで使ってみてください。では、今回は高校受験対策四種の33段やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。